いやでもやっと俺の今日やるべきことが終わってよかったわ。これが一番の今日の仕事だったからな。はい、はい、すいません、出れんのかな。あ、すいません、あ、ここ入ってんのか。うん、別にお返しとかしなくていいからな。お返しとかしなくていいからな。ただただびっくりしたもんね。お前もうびっくりしすぎて、お前ビールすら喉入んなくなっちゃいか。食ってなかったからね、後半取ってきたの。もう食える食う以前の問題だったもん。なんかね、思ったんだよね。ゲロ動画2回映ってるの、お前泣き動画で、お前1回目って初だからマジで。ほら、時計買うときさ、2週間ぐらい返せる期間があるじゃん。だからさ、その期間を利用してさ、5回ぐらいさ、いろんな時計試したんだけどさ、なんか微妙だなと思ってさ、なんか俺のコレクションの方が全然いいやんと思って、結局それ上げる羽目になった。結局そこがパカパカした。お前さ、マジかよ。うん、俺の椅子だとな、星野が笑いながら、うおーマジかーってぐらいで済むと思ったんだけどな。済まねーよ。弱いんだよ、こういうの、俺。星さん、思ったより弱いね。なんだ、星さん、俺に負けてばっかじゃん。こればかりはもう、どうしようもねえよ。負けてばっかじゃん、星さん。俺、マジ弱いんだって。まだつけっぱだったよ、もう。うん、俺もつけっぱだ。俺こういうのマジ弱えんだってよ、お前。さすが吉田コレクションナンバー2だけあってめっちゃかっこいいでしょ。もう俺の好みだわこれも。この色合いよ。それいやもね、その時計は結構俺が選んだだけあってさ、スーツでもさ、普通に私服でも使えるもんね、結構な。うん、かっこいいよ、かっこいいよな。防水焼けないから気をつけて。いいよ、シーショックと比べて。別に海飛び込まなくていいよ。危ねえなと思ったら G ショックつけるからいいよ。もう G ショックは正直偵察みたいなところだったからね。うん、あれでね、星野はね、この色が合うのかなと思って、ね、ほんまさ、うん、あの頃から俺もう最高だったわ。あの頃から俺もう就活のこと考えたから。だいぶよ、もう。お前いつもの俺じゃねえじゃねえか。いやー、吉田くんの1ヶ月間のカップラーメンとコッペパン連打生活が叶ったわ。プラスその前のもやし生活。たくよ。うん、その時がなければ俺はもやし生活多分なかったからね。いや別によ、何もなかったよ。いやー、舐めちゃいけねえじゃん、星さん。相棒のちょっと泣いていいわよ、さすがに弱いぞ、実は。お前そういうの弱いんだって。お前もう考える時間なく泣いたからな。と思って、俺が一番と思って、やべえ、もう視聴者が声聞こえたもん。あ、泣かせちゃった、泣かせちゃった、星野くんを泣かせちゃった、先生に言っちゃおう。先生誰だよお前、三沢かよみたいな。お前久々に泣いたもん。いやマジ泣くと思わなかった、びっくり、ごめんな。ごめんね星野くん。お前さ、ごめんね星野くん、いじめちゃって。いじめちゃってごめんね、4月から計画していじめちゃってごめんね。かよ、マジかお前。マジ俺こういうの弱いんだって。見れば見るほどかっけえじゃねえかよ。俺らがな、偽物時計と違って全部動くからな。3つの針全部動くからな。
お前この色合い最高じゃねえかよ。すやすやさ、 G-SHOCK で試したからさ、いやね、お前 G-SHOCK はお前カバン入ると思わなかったよ。うん、ちょうどいい継承者がいたよ。俺白赤の方が似合うからさ、星ちゃん黒青の方が似合うけどさ。まあな、確かに黒青好きだよ。うん、予想だにしねえよこんなのこと。We'll be right back.